日本北海道猿群ビラトリ町二部谷に風谷、集落中心部に風谷は北海道猿群ビラトリ町の字。2010年10月1日現在の人口は395人である。郵便番号055-0101。日高振興局の猿群ビラトリ町の字。ビラトリ町役場より国道237号を日高方面に行く中途の猿川沿いにあたる。 人口の過半数をアイヌ人が占めており、北海道内でアイヌ人の比率が最も高い地域とされる。元のアイヌ語地名はニタニであり、19世紀初頭の資料において確認できる地名である。学校はビラトリ調律に風谷小学校のみであり、平地等級は一級となっている。に、風谷に中学校はないので居住する中学生は、 ビラトリ調理つビラトリ中学校まで通うこととなる。ニール・ゴードン・マンローが1933年より1942年まで委員を開業し居住していた邸宅が北海道大学の北海道大学文学部に風谷研究室として保存されている。カヤノしげじふうたにあぬ資料館やニブタに愛いぬ文化博物館があり、 アイヌの伝統的な家屋の知勢を訪れることが可能である。また、ビラドリ、温泉や、ニブタニファミリーランドといった、娯楽施設もある。学校及び、研究機関博物館郵便局娯楽施設、宿泊施設温泉ダムインターネット上に、風や地区に民宿が2件確認されている。ニブタニ層と知勢である。また、5月から10月までに、 風谷ファミリーランドでバンガロー宿泊が可能である。ありがとうございます。